ですね、あのシンガポールはあの以前前も映画祭に参加させていただいてすごくあの歓迎してくださって、楽しい思い出がいっぱいあります。焼きそばを食べたことや屋外で映画を見たことやあと自分の、まあ、過去の作品を上映してお客さんからいただいた言葉っていうのはすごく残っています。でライブテープなんですけどこの映画は本当に吉祥寺という東京の僕が生まれ育った街で、2009年の1月1日に撮影した映画です。でちょっと自分の中でその映画をどうしても撮らなければいけない理由があって作ったすごい小さな、80分テープ1本だけで作ったワンカットでワンカメラで作った映画なんですけどなんかこうすごいシンプルな形で僕が考える映画の力というのを表現したくて作りました。で、あのぜひシンガポールの街はきっと今すごくあのなんていうんですかね暑くて活気があって、なんかこうワクワクしてるような状況だと思うので今映画を見てその後ぜひ外に出てください。で街の中でその前野さんが歩いた風景だったり歌を思い出して映画をまたこう劇場の外で映画を育ててください。吉祥寺の街とシンガポールの街は全然風景が違いますが多分あの皆さんの中で映画と街がシンクロする瞬間があると思います。そういう風にして映画だけでないこうなんですか皆さんが生きている現実だったりこれからの時間っていうのをライブテープと一緒に育てていただけたら嬉しいです。今日はご来場ありがとうございました。